にちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、パズドラって結構インフレがまあ激しいゲームじゃないですか。正直ね、結構パズドラってやっぱインフレが激しくて、まあ言うなら1年前に強かったキャラクターが1年経ったら火力足りませんみたいなことよくありますよね。例えば今わかりやすいキャラで言うと、最近ねコラボが決まったガンダムなんですけども、ガンダムエクシアってね、当時ぶっ壊れの火力枠でめっちゃ使われてましたけど、今じゃこんな覚醒全く使われないですよね。本当にそのぐらいパズドラってやっぱインフレが早いゲームなんですよ。で今回の企画なんですけども、半年間パズドラプレイしてなかった人に嘘ついたらどこまで信じるのか、イエイ。どういうことかと言いますと、 YouTuber 友達にヨシドン TV っていう、もうめちゃくちゃね、あの大好きな YouTuber がいるんですけど、ヨシドンくんがね半年ぶりぐらいにパズドラ界隈に帰ってきたらしいんですよ。で今日はそのヨシドンくんにドッキリを仕掛けたいと思います。で最初はね、まず例えば T 字攻撃が8倍になりましたとか、あとは3600円確定枠に新たにバッチで3600円取る新しい確定枠出ましたみたいな、そういう本当のことをまずは言います。で最初本当のことを言いつつ、ある程度信じ込ませてからどんどん嘘をついていきます。で今回嘘は5つ用意してきました。レベル1からレベル5まで5つの嘘を持ってきたので、ヨシドンくんがどこまで信じるのか実際に見ていこうと思います。まあ、ちなみにもう先にねレベル1のネタバレをしておくと、レベル1めっちゃ簡単です。バレリアがスキルブースト12個になりましたって、嘘つきます。これくらいでいけると思うんだよね。正味半年間 YouTube やってなかったら、バレリアスキル12になってましたって言われてもね、そんな疑わないと思うんですよね。24678911なんですよ、バレリアって。でまあスキブ11のキャラって3種類いてね、レベル1はねバレリアがスキブ12ぐらい、まあこれぐらいならいけるでしょ。でこっからどん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 ねバレないように嘘ついていって、どこまで信じれるのかやっていこうと思います。ということで実際にねヨシドンくんにドッキリ仕掛けていきましょう。さあということで今回ですね、復帰したゲストの方に来ていただきました。ヨシドンくんです、お願いします。はい、どうもヨシドン TV へようこそ。ヨシドンです、復帰しました。お願いします。ねえヨシドンくん、ちょっと今回ねずっとね俺と電話してて違和感あったと思うんですよ。ゆうころチャンネルから動画に出てほしいと。何も聞かされてない、そうガチで何も言ってないじゃん。今日の内容なんですけど、ヨシドンくんやっぱ半年間仕事めっちゃ頑張って YouTube 一旦引退してたでしょ。軽く離れてました。軽く離れてましたよね。半年って結構長いじゃん。正直パズドラにおいては、パズドラって結構インフレが激しいし、やっぱ仕様変更も激しいじゃん。正直確かに戻ってきたらもうちょっと分かんないことはいっぱいあります。そうでしょ、分かんないこといっぱいあるでしょ。やらせみたいになってんじゃねえかよこれ。今日はですね、先輩パズドラ YouTuber ゆうころがヨシドンくんにこの半年間で起こったパズドラの重要なアップデートとか仕様を全部教えちゃいます。え、めっちゃ助かります。え、そうだからヨシドンくんはマジでコラボ動画一本で今のパズドラ環境が全部分かると言っても過言じゃないです。正直めちゃくちゃそれ嬉しいですね。 PG とかもう倍率も何も分かんないんですよ。ああ、じゃあもう早速ね、ここからもう今のパズドラの環境のシステムいろいろ話していこうと思います。いやちょっと急急な電話やったんでめっちゃ怖かったんですけど、めっちゃ神企画です、ね、いやそうだよ、普通にガチでヨシドンくん結構困ってるだろうなと思って、半年間でパズドラのインフレがヤバすぎる件についてみたいな動画でゲストにヨシドンくん招いてリアクションしてもらうみたいな、本当にそういう動画。じゃあまず一つ目ね、さっきやった話の一つなんだけど、 T 字消し覚醒あるじゃないですか。はい、実はこの T 字消し覚醒ってもともと3倍とかだったかな、なんか4倍だったっけな、なんかとにかく全然使われてなかったのよ。弱かったのよ T 字って。え、4倍強良くないですか。いやそれでもやっぱね T を組むストレスがねすごくて、あ、吉野君はパズドラの画面とか開かなくていい、俺がもう今日は全部説明するから。わかりました、まあ、これは実はもうパズドラのなんていうのゲームにちゃんと書いてるんだけど、 T 字消しが今、はい、なんと8倍です。8倍です。 T って5個ですよね、ドロップ。そう、ドロップ5個 T 字消しするだけで10強より強いです。8倍です今。無効貫通何倍でしたっけ。無効貫は 3.5 倍。しかも T 字消しって普通に武器いっぱいあるの。 T 字武器が、武器もつけると64倍とかになるようになったんだよね。64倍。いやでもね、まだこんなもんじゃないよ本当にパズドラで。次ね、これは最近ヨシドンくん本当復帰してるから、まあちょっと耳に挟んだと思うけど、今回ガンダムコラボで浮遊武器が追加されるんだよね。
もうそれ知ってるんですけど、もう一瞬こらと思いましたもんね。いやそう、やばいっしょ。もう普通に冬が武器になっちゃうっていうね。でもあともう一個なんだけど、3600円の確定枠でパズドラって BGM 商法ってあったの分かる？うわー、ちょっと BGM 使ったことないんですよね。あ、本当？なんかね、パズドラって確定枠の今メタが着せ替えドロップ確定枠と、はい、あとは BGM 確定枠なんだけど、はい、今回あの吉丼くんが引退してる間にバッチ商法っていうのが増えてコラボ限定のバッジが、3600円で販売されるっていう。これによって、あの、なんていうの？本来は交換できるはずだったキャラが、3600円確定枠でバッジ商法で実装されてるんだけど、しかも実はでもそのバッジ商法のキャラたちって交換ができるんだけど、あ、交換もできるんですか？そう、交換もできるの。確定枠で買うか交換なんだけど、ただね、交換に、あの、15体とか20体とか、普通にやばいぐらいの数が必要になるんだよね。15体。そう、コラボキャラ限定で15体とか。じゃあ15回は絶対回さないといけないんですか？そう、そういうこと。そういう闇のシステムに変わってんの今。ここまでも結構なんていうの、パズドラの常識的なあれなんだけど、ちょっとこっからはコアな話もしていくね。お願いします。で、まあそれコアな話の一つ目なんだけど、まずバレリアってわかるでしょ当然。はい、バレリアわかります。パズドラで最もスキルブースト多いキャラってバレリアなんだけど、はい、吉野くんが引退してる間にスキブが12になりました。バレリア12? もう今12です。バレリアのスキブは1級までぐらいしか知らない。いやそうでしょ、毎年10、11、12みたいな感じで上がってってるんだけど、今もうバレリアスキブ12です。12? やばくない？えぐいっすね。変身誰でもできるじゃないですか。そう、もうそういう時代まだまだあるよ。あの次はツーウェイって最近使ってる？いや僕ツーウェイ使ってない。そうでしょ、最近復帰してさ、別にツーウェイなんてもう使わないでしょ。ちらっと動画見たけど、ゴーテンとかノバだったよね使ってたの。そうですね、2個ゴーテンとノバしか使ってない。そうだよね。だからツーウェイの仕様知らないと思うんだけど、本当にわかんないんですけど、ツーウェイの仕様変わったんですか？あ、そう、あれ仕様っていうか倍率が変わったんだよね。もともと 1.5 倍だったの昔ツーウェイって。でそれが弱、まあ、最近ちょっと環境において弱いなってことで 1.7 倍に上がったんだけど、はい、そこまでは知ってますよ。まあ正直 1.7 倍でももうあんまり 2way ってメインでは使われなくなったのね結構。はい。で最近やっと 2way 強化が入って、 way 1個で2倍になったんだよね。え、2倍になったんですか？え、そうだから 1.7 倍とかって計算もややこしかったじゃん。2個で 2.89 倍みたいな。確かに。でなおかつもう超重力のインフレもすごいから、もうだからそれを抑えるために 2way が1個2倍になって、例えば 2way 4個持ちのキャラだったら 2way で16倍 way で出るみたいな感じになったの。え、今日一番驚きなんですけど、2way 2倍になったんですね。え、そう。じゃあなんか主要なキャラとかいるんですか 2way で？結構いるんだけど、あ、だから黒飛びとかだね。ちょうど多分半年前だったら黒飛びいますよ。でも半年前。え、そう、半年前もいたでしょ。だから黒飛び 2way が強化入って、また今環境トップクラスに帰ってる。あ、そうなんですね。今半年前から黒飛び強いんだ。あ、そうそう、今結構もう上位ぐらい来てる。なんなら、そう、まあまあまあ、まあ、っていうのとかね。はい。あとまあ多分これはまあ知ってると思うんだけど、熟成っていう覚醒が追加されてて。実は僕熟成知らないんですよね。あ、そうなの？はい、内容知らなくて。チートやね。あ、だから新百式9階層とかで。あ、そうだよ、これ強すぎるから熟成対策だよ完全に。そうなんですね、知らなかった。まあ、これでも多分ね、あの動画見てる視聴者の人はみんな知ってると思うから。次いくね。クエストダンジョンのさ、レベル9とかってさ、な、結構変な敵出たりするじゃん。はい、出てきますね。吉野くんがいない間に一個だけめちゃくちゃ話題になったのがあって、はい、2500% 割合実装されたんだよね。 2500? でも1階層で超根性ありなのね。まあ、だから比較的対策はしやすかったけど、 2500% 割合が実装されたの。2500? 激減でも耐えれない。え、どうやって耐えるんですかそれ？とダメージ無効スキルとかのね。まあ1回答だったからサノス使ったりとかもありだった。本当ですか？あ、そういう企画ですかこれ。なかったことを信じるかみたいな。え、いやガチだよ。あの、なんていうの、でもその代わりあれだよ、レベル9の1回答ダンジョンだよ。さすがに超高難易度が出たらやばいじゃん。レベル9の1回答限定で出たっていう。まあなんかあれだね、 EX ダンジョンとか出たの知ってる？なんかやってはないんですよねあれ。そういうのがあったりしたんだけど、企画の一環みたいな感じでレベル9で実装された1回だけね。とかもあったりとか。じゃあちょっと次行くよ。次、いや、やばい、レベル3ちょっと飛ばしすぎたなこれ。ちょっとバレてる感じありますけど、続きましてレベル4行きたいと思います。レベル4はですね、 EX のボスの HP が30兆です。いや、これはね、俺のトーク力次第ではいけると思う正直。これマジで俺がどれだけ喋れるかどうかだけ。周年だから、 EX だから、特定プレイヤー向けだから、
から、いや、いけるんじゃないこれ。ちょ、気合でいくわ。次なんですけど、トッププレイヤーに向けた情報なんだけど、EX ダンジョンって昔あったの覚えてる？ EX ダンジョン。なんかちょっとだけ覚えてます。そう、1年前ぐらいの時にあったんだけど、実は、12周年、今年の2月ぐらいにも EX ダンジョンがちょっと来てて、実はね。うわ、それやってないっすね。そう、多分知らないと思うの。そもそもその EX やるのがもうめちゃくちゃ条件もだるいし、しかもバカ難しくて、新百式とか、裏奥町とか極悪なんか比じゃなくて。で、EX のね、一番難しかったポイントなんだけど、EX のボスの HP の数値なんだけどね、なんと30兆あったの。30兆だから、本当に EX は頭悪かったの。どうやって倒すんですか？グラビティですか？いや、もう普通に殴り合い。まあ、だから、グラビティにおける無効パーティー使いたくなるじゃん。グラビティ無効貼ってあったから、ただひたすら削るだけ。だから山本プロデューサーももうツイートで、本当にトッププレイヤーに向けた報酬も何もないダンジョンだからやらなくてもいいんでっていう、その分かる、本当によりすぐりのトッププレイヤーだけに向けた30兆。なんかでも面白いですねそれ。しかもこれ何がやばいって、めっちゃいろんな人間がさ挑戦したわけよ。でも全員負けたの。例えばアッキーさんとか、まさにトッププレイヤーの代表じゃん、アッキーさんって。はい。でもアッキーさんでも30兆無理で、勝ててないんですか一回？そう、だからもちろん俺なんか当然勝ってないし、唯一勝った YouTuber が一人だけいて、はい、アヘニキだけ勝ったんだよね。え？普通にアヘニキ暇人だから勝てたらしい。どういうことですか？いや本当にガチガチでアヘニキだけ勝ったらしい。いや、そう、アヘニキがブチ切れて、あの12時間の動画出して、本当にノーカットで12時間かかるんですかこれ。そうだって30兆だもん。だからアヘニキガチブチ切れて、お前ら舐めてんじゃねえぞっつって、マジで12時間の動画出した。しかもその一歩前の動画、子供にご飯あげるめっちゃ可愛い動画なのね。ガチで。でもアヘニキだけガチで勝ってた。伝説だわそれは。そうで、あの最後に、一番最後なんだけど、はい、これが多分この半年で一番変わったんだけど、はい、今年の、3月かな、3月、ちょうど先月ぐらいに実装されたキャラでついに来たんだけど、スキルターンが75ターンっていうめちゃくちゃ重いスキルなんだけど、はい、それがダメージ上限値が無制限っていうスキルなんだよね。ガチャでゲットできるキャラですか？うん、もちろんガチャ限定で、でしかも石10個のガチャの新フェス限で確率が 0.5% だからめっちゃレアなんだけど、70ターンで上限解放無限になるの。70って、まあでもスキブ12が漏れるような環境なんで。そうそうそう、しかもさ、ボス階層で使えばいいわけじゃん。はいはい。でも攻撃覚醒弱かったら意味ないですよね。そう、でもそいつの攻撃力は、まあ、大体冬と10強3つだから、まあ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 ぐらい、2500倍ぐらいかな。そんな高くないですね。そうだから、まあ、結構青天井系のリーダーがアトリとかも今結構活躍してるのはそいつのおかげなんだよね。あ、なるほど。じゃあ黒飛びもいいですね。あ、そうそう、そういう系のキャラが結構まあ使えるようになってるっていう。へえ、ワンチャンルフィもありか。イルフィもワンチャン全然あるよ。へえ、面白いですね。何キャラですか？まあまあまあそれはね。ということで、ドッキリ大成功。いや、もうどういうことですか？全部ですか？あの、ということで、半分は本当の情報で半分嘘です。一番むずいわ。企画の説明をすると、まあ、最初にガチな情報をね何個か言って信用させて、はい、で後半でね、嘘のレベル1からレベル5があって、それを1個ずつ伝えてどこまで信用してくれるのかっていう企画でした。うわ、マジか。ちなみに最後のやつはちょっと怪しいなって思ってました。じゃあちょっと嘘の内容をね最後に話していくんですけど、はい、まあ、まずレベル1が、バレリアのスキブ12。嘘です、これ。あ、嘘なんですかこれ。いや、これは絶対いけると思った、正直。もう分かんないでしょ。これはめっちゃ信じてました。でもバレリアのスキブの数なんてみんな分かってないもん。まあ、みんな知らないで、レベル2ね、レベル2が2ウェイの倍率が 1.7 倍から2倍に強化されたっていうのは嘘です。いや、これちょっと怪しかったんですよね。いやー、マジか。これ 1.7 倍でした。普通に今までと変わってません。じゃあ次、レベル3ね。はい。レベル3は、あの、2500% 割合実装です。めっちゃ信じてましたよ、それ。実はこの途中に熟成の話をしたんだけど、はい。あの、普通に熟成は本当です。え？普通に、あの、熟成本当に全パラ2倍になります。熟成は本当に知らなさすぎて。あーね。で、次、レベル4の嘘が、EX のボスの HP が30兆。あ、それ嘘なんですか？嘘に決まってる。お前、いや、なんか、いや、そっか、あ、確かに今思ったら、なんか子供の動画そもそも出さないですよね、アヘニキ。いや、アヘニキは、いや、あの、そこはガチ。確か、いや、なんか普通に、あの、お寿司を食べる動画に子供がモザイク出てるっていう。
それは本当なんですか？それは本当だけど、あ、兵器が12時間パズドラしてたら奥さん怒るよ多分わかんないけど、まあ、だからそれは嘘です。でしかもこの嘘で気づくべきなのは、アッキーはそれでもクリアします。あのアッキーはクリアするまでやるんで普通に勝ちます。彼はそれが気づくポイントだった。あ、まあまあそれで最後レベル5がもう分かってると思うけど、ダメージ上限値が無制限解放、70ターンのスキルなんて当然ありません。まあまあまあそれはちょっと怪しいなと思いましたよ。いやここでもうお前が気づいてネタバラシするようだったんだけど、ちょっと信じてたから、いやちょっと信じて、まあさすがに違うかなとは思ってましたいやそうだからオチがなくなって困ったの俺も。まあまあということでね、半年間パズドラしないと大抵の嘘は信じちゃうということがね、結論として分かったんじゃないでしょうか。はい、はい、まあということでよしどんくん復帰してるんでね、チャンネル登録してあげてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。